こんにちは、筋肉料理人です。今日は旬のサンマを使った炊き込みご飯を作ります。もう季節はですね、もうすっかり秋になって、秋といえばやっぱサンマですよね。サンマを食べたくなります。ですけれども、サンマはここのところも高いです。今年も高い。このサンマ1匹なんと300円しました。で、本当ならですね、塩焼きで食べたいとこなんですけど、今日はですね、炊き込みご飯にします。で、そうすると、この2匹の、サンマでですね、4人分の炊き込みご飯ができます。まあ割とコスパよく、季節の風味を味わうことができます。炊き込みご飯ですので、炊飯器でもできますが、今日はフライパンで作ります。というのが、魚の炊き込みご飯ですね。これを炊飯器で作るとやっぱり匂いが移ります。で、まあ匂いが移っても後から洗浄すればいいんですけど、まあフライパンで作ればですね、まあ、その洗う手間っていうのも省けますからね。まあそういうところで今日はフライパンで作ります。炊飯器で炊く方法も途中、説明しますんで、それでは作っていきたいと思います。米を研ぎます。たっぷりの水を使います。そして水を入れたらさっとかき混ぜます。で、最初の水はすぐ捨てます。で、こうやって、ザルを使って研ぐときには、米粒をザルに押し付けないようにします。で、かき回すような感じで大丈夫です。強く押し付けると米粒が割れちゃうので注意してください。もうこんな感じで、3回ぐらいですね、3回ぐらい洗ったら、もう研ぐというより洗う感じです。で、洗ったらもうこれで大丈夫です。白濁してるけど透明になるまで研ぐ必要はないと思います。そして、2、3分ですね、水を切ります。ごぼうはたわしで洗って泥を落とします。そしてごぼうはささがきにします。こんな感じで包丁で、ささがきにしてもいいし、ピーラーですね、ピーラーを使って、薄く切ってもいいです。どちらでもお好みの方法で作ってください。そして、水にさらしておきます。水気を切った米をボウルに入れます。ちなみに米2合です。4人分ですね。で、これに水 360ml です。そして醤油大さじ1です。日本酒大さじ3入れます。で、軽く混ぜて30分から1時間浸水させます。サンマは流水で洗っておきます。サンマは半分に切ります。この腹びれがあるところですね、この辺りでこう半分に切ります。そして飾り包丁を入れます。で、浅く切れ目を入れていきます。で、反対側にも入れます。内臓は今回はつけたまま料理します。塩を振って下味を入れます。そして水出しをします。塩はサンマ2尾で大体小さじ1です。サンマに塩を振ったら冷蔵庫に、15分から30分入れておきます。で、そうすると水が出るので、その水をキッチンペーパーで吸い取って、それから料理します。生姜を針生姜にします。皮を剥いてから、細く切ります。この剥いた皮は、冷凍しておいて煮魚とか作るときに使うといいです。そしてこのままだと
ちょっと香りが強すぎるので水にさらします。水にさらしてから使う前に水気を絞って炊き込みご飯に散らします。そうすると、香りと辛みがですね柔らかくなります。塩昆布も使います。塩昆布は粗く刻んでおきます。塩をして水が出たら水気をキッチンペーパーで吸い取ります。フライパンでサンマを焼きます。フライパンにごま油を入れます。そして、中火にかけます。頭を左向き、そして腹を向こう側を向けて焼いていきます。フライパンを傾けて油を回して、サンマとフライパンの間に油を入れます。こうやって、焼き目をつけていきます。今、弱めの中火にかけています。もうちょっと焼き色つけていいみたいです。しっかり焼き目がついたら反対側にも軽く焼き目をつけます。反対側には軽く焼き目がついたら大丈夫です。もうこれで取り出します。焼き上がったサンマは一旦取り出しておきます。フライパンの汚れをキッチンペーパーで拭き取ります。仕込んでおいた米を入れます。水気を切ったごぼうを入れます。塩昆布を散らします。そして取り出しておいたサンマを戻します。サンマを入れたら中火にかけます。煮立ってきました。煮立ってきたら火を強火にします。そして完全に沸騰させます。で完全に沸騰したら蓋をします。で蓋をしたら、沸騰が強くなるのでここで弱火にします。で弱火にして15分炊きます。フライパンは直径26センチのものを使っています。そして、それに合う耐熱ガラス製の蓋ですね。これがあると、すごい炊きやすいです。弱火で15分炊きました。で、これから蒸らしに入りますが、その前に火を強火にします。強火にかけて、フライパンの底に残っている水分を飛ばします。水分を飛ばすことで、おこげを作ります。ここがフライパンでご飯を炊くメリットの一つです。強火にかけるとパチパチって音がしてきます。そして香りがですね、ちょっと香ばしい香りがしてきます。あ、来ました来ました。あ、結構来てます。ここで火を消します。消しました。で火を消したら、10分蒸らします。今すごい香ばしいいい香りがしてます。きっと美味しいおこげができたと思います。10分蒸らしました。この後サンマを取り出して、身をほぐしてから、ご飯と混ぜます。ですがその前にこのまま食卓に持っていったら食べる皆さんが大喜びするのは間違いありません。ですのでここで
針生姜を軽く散らして、刻みネギですね、これも散らします。そしてこれを、食卓にそのままとりあえず持っていきましょう。こんな感じで、サンマの炊き込みご飯の完成です。サンマを取り出して身をほぐします。身をほぐして、これを、炊き込みご飯に混ぜます。骨が当たらないようにですね、小骨を外してから、で内臓は、お好みで入れても入れなくても大丈夫です。嫌いな方もいると思うんで、そこら辺はお好みでお願いします。ほぐした身を戻します。そして、ご飯を混ぜます。おこげがどうなってるかです。あ、いい感じでおこげができてます。すごいおこげの香ばしい香りが、あ、すごいですね。それとサンマを炊き込んでるんだけど、魚臭いって感じは全然しません。これはこのおこげの香ばしさと、あとごぼうですね、ごぼうを炊き込んだので、その香りで、生臭さがですね消えてます。サンマのフライパン炊き込みご飯完成しました。試食してみたいと思います。その前に、炊飯器で炊く方法ですね。炊飯器で炊く場合は、サンマを焼いてほぐすところはもう一緒です。であと、米を研いで、炊飯器に入れます。で炊飯器に入れたら、醤油と、日本酒を入れて、そして、2合のところまでですね、普通に水加減をして炊いてください。そうすれば大丈夫です。試食してみたいと思います。香りがすごいいいです。うん、サンマですね、まさにこのサンマの風味が入った、香ばしい、そしてうまみのある炊き込みご飯になってます。でフライパンで炊飯する時のコツなんですけど、水加減がですね結構ちょっと多めになります。っていうか多めにした方が成功しやすいと思います。ですので、その点に気をつけて、作ってみてください。サンマのフライパン炊き込みご飯、とっても美味しいです。そして、大体、1匹で2人分ですかねになりますんで、サンマ高いですからコスパ的にもいいと思います。ぜひお試しください。